それでは今朝起こった地震についてキャスターの上田さんに伝えていただきます。上田さん、よろしくお願いします。はい、その地震のニュースですが、午前7時58分頃に発生した地震、震源は大阪府北部で、震源の深さは13キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 6.1 と推定されています。最大震度である6弱を大阪市の北区、高槻市、枚方市、茨城市、箕面市で観測しました。この地震でブロック塀が倒れるなどして3人が死亡しました。また総務省消防庁によりますと、怪我をした人は307人に上っています。大阪府の災害対策本部や警察によりますと、地震が起きた直後の午前8時ごろ、高槻市立寿栄小学校のプールサイドの壁がおよそ40メートルにわたって道路側に倒れました。登校中だった小学4年生の三宅里奈さん9歳が壁に挟まれて心肺停止の状態で病院へ運ばれましたが、およそ1時間後に死亡が確認されました。また大阪市東淀川区では高さ2メートルの民家のブロック塀が幅10メートルにわたって崩れ落ちて、近くに住む安井実さん80歳が下敷きになって死亡しました。安井さんは通学路の見守り活動に向かう途中だったということで、そういう通学通勤の時間帯でしたからね。はい。そして大阪府茨城市では自宅にいた後藤元親さん85歳が倒れてきた本棚の下敷きになって病院に運ばれましたが、その後死亡が確認されたということです。また火災も起きていまして、はい、大阪市東淀川区の方針で火災が発生して、4階建て共同住宅の3階部分およそ30平方メートルが焼けて、午前10時45分に消し止められました。高槻市下田辺町の民家でも火災が起きましたが、火事による怪我人はいませんでした。一方、地震による怪我人の情報は複数入っていまして、大阪市西区では40代の女性がベランダから落下して軽傷、大阪市淀川区では20代の女性が棚の下敷きになりましたが軽傷だということです。そしてライフラインに関する情報なんですが、関西電力によりますと、地震の直後、大阪府で17万件、兵庫県で690件が停電しましたが、午前10時43分にほぼ復旧しました。また大阪ガスによりますと、大阪府茨城市と高槻市などで安全確認のため、合わせておよそ11万戸でガスの供給を停止していって、で復旧は最短でも21日以降になるということですから、木曜日以降ということで3日ぐらいはかかるかなということなんですね。ちょっと不便ですね。そうですね、やっぱりお風呂シャワーちょっとね使いたい、まあ、お料理もあるでしょうし、そういうところでなかなか不便な生活を皆さん強いられることになるのかと思いますが、それから高槻市南小所町では地震の影響で水道管が破裂して今も通行止めになっています。また高槻市の一部では断水が報告されています。そうですか。はい。また大阪府吹田市にある国立循環器病研究センターでは、地震発生直後に受水槽が破損したほか、電気ガス水道がすべて止まって自衛隊が出動する事態になりました。大阪府内では462箇所の避難所が開設されていまして、茨城市でおよそ530人、高槻市で160人など、府内で合わせておよそ1136人が避難しているということです。やはりまだこれから地震があるかもしれないので、崩れそうなものの近くにいる方とか、それから何か落ちてきそうなものには注意して行動していただきたいと思います。そして交通の情報なんですけれども、はい、JR の在来線、はい、嵯峨野線、奈良線、それから和歌山線の王子から橋本、万葉まほろば線が終日運転見合わせを決めました。加古川線、紀新線、草津線の一部ではすでに運転を再開していて、残りの区間は午後7時以降に順次再開させる予定で、京都線と神戸線の新快速電車に関しては最終まで運転を取りやめるということです。7時回りましたので、ね、まあ、なんとか順次再開させたいというのが各鉄道会社の思惑なんでしょうが、京都線と神戸線の新快速電車はもうすでに最終まで運転を取りやめることが決まっています、はい。そして私鉄です。大阪モノレールと北大阪急行が運転を見合わせています。
また阪急電鉄は神戸本線の梅田高速神戸間と宝塚本線の梅田宝塚間、今津北線の西宮北口宝塚間、箕面線全線で運転を再開しましたが、京都線の再開のめどは立っていないということです。阪急は京都線の再開のめどがまだ立っていないということです、はい、そして大阪の地下鉄大阪メトロは午後6時50分から御堂筋線の新大阪中本間の運転を再開させる一方で、江坂新大阪間は運転見合わせのままだということです、うん。そして新幹線の情報なんですが、東海道新幹線が午後4時半現在、上下線合わせて107本運休していて、うん、最大300分の遅れが出ているということですから、5時間ですね。はい。ちょっと大変なことになってますけども。また、山陽新幹線は新大阪岡山間を午後3時頃に運転再開しましたけれども、新大阪新神戸間で速度を落として運行しているということで、最大185分の遅れが出ています。そして、空の情報ですが、伊丹空港では日本航空や全日空などを中心に出発41便、到着41便が欠航し、その他の多くの便でも遅延が発生しているということです。また、関西空港でも国際線で最大3時間の遅延が発生するなど、出発便と到着便合わせて15便に現在も影響が出ています。そして神戸空港は通常通り運行しているということです。そして高速道路ですが、午後1時過ぎに阪神高速やネクスコ西日本の通行止めはすべて解除されたと。いうことです、はい。この時間の地震の情報はまとめたのはここまでということですね、はいはいはい、ありがとうございます。じゃあそれでは現場から最新の情報を伝えてもらいます、はい、まずは、千葉さん、千葉アナウンサーが今どちらにいるんですかね。千葉アナウンサーと電話がつながっています。つながりますでしょうか。はい、千葉アナウンサー、はい、今どちらですか。はい、私は最大震度6弱を観測した大阪高槻市にいます、高槻市立の寿栄小学校の前ですね、うん、午前8時前に起きた地震の直後、この高槻市立寿栄小学校のプールのブロック塀が倒れて、はい、登校中だった小学校4年生の三宅里奈さん9歳が亡くなった、うん、その現場に来ています。あ、そうですか。はい、こちらは今小雨が降っていて、うん、だんだん暗くなってきている状況なんですが、うんうん、小学校の近くには警察の規制線が張られていて、はい、近づくことができない状態になっています、うん、事故現場の周りには、うん、近づくことができない状態になっています、うん。で、先ほどですね、はい、夕方午後4時半ぐらいにドンと突き上げるような地震が、またありまして、これは茶屋町でも感じられましたか、うん、いや、こちらではね、あんまり感じなかったですね。こちら高槻では、うん、どんと突き上げるような地震があって、うん、みんないる人たちから、おーっていう声が上がって、離れた位置にいるんですけれども、それにもかかわらず、うん、周りの建物や壁を見つめるというような状況がありました。うん、地震の恐怖が、うん、今も続いているというような状態です。なるほど。で、この、うん、千葉さんごめんなさい。倒れたその壁っていうのはどんな状況なんですか。何メートルにわたってなんですかこれ。はい、この寿栄小学校のプールの横にはね、うん、4メートルぐらいの幅の道路があるんですよ。はいはい。で、通学時間には子供たちが大勢通る通学路になっているところなんですが、うんうん、その道路とプールの間に、はい、道路から見て高さ 1.9 メートルのプールサイドの壁があるんですね。あ、で、その壁の上には、うん、およそ40年前に小学校ができた時には、うん、この壁の上には中が見える金属製のフェンス、うんうん、フェンス、はい、中が見える金属製のフェンスがあったということなんですよ、はい、しかしながら、うん、これではプールが覗けてしまうということで、はいはい、目隠しのために、うん、後から、うん、このフェンスの代わりに、はい、プールサイドの壁の上に、うん、さらに 1.6 メートルの高さのブロック塀が作られたんですね。ちょっと待ってください。 1.9 メートルの壁の上に 1.6 メートルのブロック塀を積み上げたわけですか、はい、そうです、うん、で、そのブロック
北米の部分が今回倒れたんですね、うん、ああなるほど、道路側にはあ、高さ 1.6 メートル分のブロック塀が落ちてきた。そうです、今もそのままの状態になっていますが、うん、高さとしてすでにプールサイドの2メートル近い高さのがあるところの上にある 1.6 メートルのブロック塀が道に落ちてきたという状態だったので、うん、相当な衝撃だったと思います。40メートルにわたって。で、矢野さん、今回の地震の被害の重要なポイントは、はい、このブロック塀なんですね、うんうん、この高槻の現場に来る前に、はい、私は大阪市東淀川区の上新城で、うん、はい、男性が同じくブロック塀の下敷きになって亡くなった現場も取材をしたんですが、はい、高槻のこの小学校のブロック塀については鉄筋が入っていたと、中にブロック塀の中に鉄筋が入っていたというふうに伝えられていますが、上新城の方は私がもう近くで見る限り鉄筋が入っている状態ではありませんでした。あ、そうですか。はい。で、これは昭和58年に宮城県沖地震というのがありましたよね。はい、はい、ありました。で、この時にブロック塀の下敷きになって、うん、たくさんの方が亡くなったという被害があったんです。ああ、なるほど、うん、で、その時に建築基準法が改正されて、うん、ブロック塀の強度というのは、はい、鉄筋を入れてあげなければいけないという形で、うん、改正されているはずなんですよ。はい。それでありながら、うん、またこういったブロック塀の、うん、倒れた被害に遭うという方が出てきてしまったということで、うんうん、これは必ず検証されなければいけないことだなというふうに、ね、うん、私は思います、うん、これ上新城で80歳の男性が、まあ、壁の下敷きになった事故ですよね。で、そうです、そうです、はい、落ちてきた壁の中には鉄筋が入ってなかったということですね。私が見る限りは入っていませんでした、うん、で、大きな普通の想像していただく、はい、ネズミ色のブロックではなくて、うん、もっと大きな石の大体一つが20キロか30キロぐらいあるんじゃないかなと思われるくらいのブロックが積み上げられているという状態でしたので、うん、なるほど、それの上の部分、3段部分ぐらいが、うん、落ちてました。その下敷きになったということなんですよ。うん、なるほど。で、ちょっと高槻の話に戻りますけれども、はい、うん、この寿栄小学校は、うん、一戸建ての住宅が立ち並んでいる中にあるんですが、うん、はい、小学校の周りを私が歩いてみる限り、うん、この小学校のプールのブロック塀以外は、うん、倒れてしまった建物だとか、はい、倒れているような、うん、塀やブロックなどは見当たらないんですよね。うん、ここだけですか、小学校は。はい、はい、そこだけが、うん、崩れているという状況で、地域の人に話を聞きますと、はい、うん、プールのブロック塀は、ちょっと前から外側のところ、うん、道路側の方に少し膨らんでいたような気がするというふうに話していた人もいました。うんうんうん、なるほど。周りの方は、これ、かねてからこれは危ないぞという、その注意を喚起するような声はなかったんですか？いや、それは、うん、そう感じていた方というのはどうも話を聞いてみると少数で、はい、歩いてる、普段歩いてる分では気づかなかったとか、うん、そういう話もありましたので、改善を要求してたということはないんだと思います。うん、なるほど。はい。で、うん、高槻市としては、はい、教育委員会の情報ですと、うん、3年に一度はブロック塀を安全点検していたということなんですね。3年に一度点検してたんですか？うん、はい。ただし、うん、本当に、中に入っていた鉄筋の量だとか、うん、太さだとか、うん、そういったものが必要十分な量だったのかどうかというのは、わからない、うん。ということなんですね。うん、作られた時の情報というのが、うん、あるかどうか、それが、確かめられるかどうかなんですけれども、うんうん、今回、はい、亡くなったリナさんなんですけれども、うんうんうん、小学校の先輩に話を聞くことができました。はい。リナさんは明るくて、うん、いつも笑顔のいい子だったということで、自分から高学年の子によく話しかける感じの子で、うん、ああ、そうですか。
はい、うん、お姉ちゃん、お兄ちゃんと遊ぶのが、うん、とっても好きな子だったそうです。うん、みんなに自分から話しかけていって、うん、自分から遊び相手を見つけて、うん、楽しく遊んでいく、うん、そういう性格の子だったということなんですね。あ、そうですか。学童保育にも通っていたということで、うん、指導員の方は、いい子でした、というふうに話しておりました。このリナちゃんの命が絶たれてしまったということなんですが、そうですね。ブロック塀の下敷きになったリナちゃんを大人が懸命に助け出していたということなんですけれども、そうですか。地震が起きてから1時間後にリナちゃんは亡くなってしまいました。わずか9年というね、その人生を終えなければいけなかったリナちゃんなんですが、これはこのブロック塀が本当にそのきちんとその鉄筋が入っていたのか、強度はどうだったのか、そういったところもやはり検証してもらわないといけませんね、これは。そうですね。本当に私が見る限り、はい、このプールの横のブロック塀というのは学校の正門のすぐ近くなんですよ。もう数十メートルというか数メートルぐらいしか離れてないんじゃないかなというぐらいの近くなので、本当に大勢の子どもたちが通学路として通る道だったんですね。で、今日午後、高槻市の、はい、浜田大志市長が記者会見を開いています。はい、そして死亡事故が発生したことについて深くお詫びしたいというふうに話しているんですけれども、やっぱりお詫びだけではなくて、ね、なぜ起きたのかきちんと突き詰めないと納得できないというふうに思いますけれどもね。そうですね。親御さんとしたらこれは通学路っていうのはもう絶対安心安全なところだというふうに思ってるわけですよね。そうですね。そんなところで、かけがえのない娘さんの命が奪われたということは、これはどう理不尽で、もう何としても許せないですよね、これは。はい。今回倒れたブロック塀なんですが、そこには大きな楽しく遊ぶ子どもたちの姿や木を描いた壁画が描かれてるんですね。そうですか。はい、それはもう楽しい気分にさせてくれる絵でして、学校創立40周年記念だった5年前に、これは卒業生のお母さんたちが一生懸命このブロック塀に子どもたちのためにということで絵を描いたんだそうですよ。そうですか。はい、そんな明るく楽しい気分、小学校生活を楽しい気分にさせてくれるはずだったこのブロック塀が今回壊れてしまったということなんですね。先ほど冒頭で申し上げましたように、まだ地震は続いていますので、はい、壊れかけた建物やブロック塀に、ラジオ機の皆さん本当に近づかないでください。注意して、くださいということを申し上げたいと思います。はい、これからも、まだ地震は続く可能性がありますので、はい、本当に十分注意していただきたいと思います。はい。わかりました。千葉さん、ありがとうございました。ありがとうございました。気をつけて取材し続けてください。はい。続いては、JR 大阪駅に、福本慎吾アナウンサーが取材に行っています、はい、福本さん。はい、こんばんは。こんばんは。今そちらどういう状況ですか。はい、私がいるのは JR 大阪駅の3階にある方の改札口です。3階ですか。はい、ちょうどルクアの入り口があったり、はい、南の方には、はい、サスケートビルディング大丸につながる通路の方の改札口に来ています。今朝朝8時半頃からここにいるんですが、はい、現在の状況としましては、JR 大阪環状線が運転再開という情報が午後6時30分にありました。環状線は大丈夫ですね。ただしですね、現在まだ電車が来ていないんです。来てないの。はい、6時30分に運転再開という一報がアナウンスされたんですが、その後準備をしているという情報に変わりまして、はい、7時前の段階ではホームに各電車への出入り口10人弱が並んでいる状況が続いているんですが、もう時刻が今7時20分ですよね。いまだに大阪駅の環状線1番ホーム、2番ホームには環状線の電車が到着していない状況が続いています。そうですか。
朝のその JR の構内ではたくさんの人が私もちょっと覗いてみたんですけれども、はい、たくさんの人がこうどうなるんだろうという不安な状況でこう立ったり座ったりしていたんですが、今の状況どうですか？そうですね、一日を通して考えますと、全体としては大きな混乱はなく、ベンチに座れる方はベンチに座り、はい、ベンチが空いてない場合は床に座っている状況が続いていました。で今日の夕方5時15分ごろにですね、改札の外と改札の中にそれぞれ2枚ずつブルーシートが用意されてまして、JR が用意してくれたんですか？そうです、 JR が用意しました。 JR の係員によってブルーシートが用意されていたんですが、はい、現在、私の目の前にある方の改札の外のブルーシートは誰も座っていることがなくてですね、もう1枚のシートには4人の方が座っています。そのことを考えますと、全体としましては、現在今あまり大きな混乱は起こっていないという状況が続いていますね。なるほど。やっぱりその電車で帰るか、それとも歩いて帰るか、やっぱり判断つきかねてるんでしょうかね。はい、そうですね、取材を通じて感じたことが、阪急の神戸方面、そして阪神電車はですね、動いているところがあります。従いまして大阪から神戸方面に向かう人はJR ではなくて施設で向かうという方がいましたので、それが今日の午後の段階で一つ大きな転機になりました。しかしですね、JR 西日本の駅員に話を聞きますと、新大阪にはどうやって行ったらいいのだとか、京都方面にはどのように行ったらいいのだと問い合わせが多いそうで、現在京阪電車では京都方面に行くことは可能なんですが、阪急電車そして JR では京都方面に行けませんので、茨城市や高槻に住んでいる方でどのように帰ろうか、先ほど矢野さんからありましたように、歩いて帰ろうか、それとも運転再開を待とうかという声が聞こえました。なるほどね。特に夕方ですね、5時ごろに一度 JR 運転再開の見通しを出したんですが、それが7時に変更されましたので、7時になってもまだ動かないんじゃないかということで、もう歩こうという判断をされた方にもありましたね。ああ、そうですか。JR はなんでこんな時間かかってるんですか？まず、今日の午前中の動きとしましては、すべての電車に乗っている人を電車から降ろす、避難させる救助活動というのが最優先にされました。その救助活動が全て終わらないと線路の安全点検ができないという説明を私たちは受けました。従いまして、全ての乗客が降りるまで、今日の午後、細かい時間を少し今把握できていないんですが、結構な時間までかかりました。4時台だったと今記憶しているんですが、そんなにかかった。全ての電車の乗客が線路に降りて、駅まで歩いたりするものが完了するまでに、それくらいの時間がかかったんですね。なるほどね。で、線路の安全確認を行っていくと、このように相当な時間がかかると。まあそうでしょうね。で、まだ JR 環状線も電車は到着していませんので、まもなく地震発生から11時間30分ですが、それでも電車は一本も走っていないという状況が続いていますね。なるほど。線路の異常というのは今の段階では入ってますか、どこかから？この大阪駅に今日はずっといるんですが、こちらの方には情報は入ってきていません。なるほど。福本さん、はい、そちらで、もう再開するっていう一報を聞いてからも待ち続けている方もいらっしゃると思うんですよ。表情はどうですか？ちょっともう嫌になっちゃうというか、疲れてくる時間帯だなとは思うんですけれど。そうですね、午後2時3時となるにつれてですね、疲れの色というのは表情にはっきりと出てきているように感じました。ただ多くの方がですね、ベンチに座ったり床に座ったりしてスマートフォンで情報収集したり本を読んだり、学生さんですと宿題をしたりして時間を過ごしている姿を見まして、皆さん本当に再会を今か今かと待っているんだなという様子は見られました。そうですか。大変ですよね、これからね。
特に茨城とか高槻とかその、被害が大きかったところから来ている人たちというのはやっぱり早く帰りたいでしょうしね、はい、不安だと思いますよね。そうですね、あの20代の会社員の男性に今日何回か取材をしたんですけども、同じ方に話を聞いたんですけども、やはり神戸方面にお勤めということで、電車に乗っているときに地震があったそうで、それから一度もまだ家に戻れていないということなんですね。で、会社員で一人暮らしの方なので、家の状況を確認したいにも確認できないし、一方でツイッターなどの SNS やニュースサイトで、高槻市の状況があまり良くない、被害が出ているという状況を知れば知るほど、自宅の自分の住んでいる家の中は大丈夫なのか、それを一刻も早く知りたいというふうに話していました。ああ、そうですか。はい、もう一度ちょっとおさらいなんですけれども、JR 大阪駅から今、はい、乗ってどこかに行ける電車というのは一つもない状況ですか？ JR 大阪駅からは何らかの線で動いているところはあるんでした？ありません。JR 線ではありません。はい、大阪メトロ御堂筋線や阪急梅田駅から移動することは可能ですが、JR としては現状どの電車も動いていません。はい、ただ東海道新幹線は動いているようです。はい、はい、分かりました。福本さん、ありがとうございました。ありがとうございました。さあ、リスナーさんからも、はい、メッセージが届いておりますので、はい、ここで紹介させてもらいますね、はい、ラジオネームオロチさん、はい、労働組合の定期大会に出席するために、いつもより1時間遅い電車に乗って発車を待っていました、はい、急に車内が緊急メールの着信音で騒がしくなったかと思うと、グラグラグラッと停車中の電車が大きく揺れました、はい、そして駅や車内の放送で線路などを確認するため、電車の運転を見合わせると案内されました、確認作業と運転再開の準備などで結局3時間半車内で待つことになりました。それはオロチさん本当に辛かったですね。今回は全線で運転見合わせのため、迂回することもできず、ただただ待つだけでした。うわ、大変だったろうなこれは、はい、そして、ラジオネーム姫路の伊藤ちゃんさん、はい、こんばんは、今朝7時44分発の新快速で、姫路から三宮へ向かう途中、地震に遭遇しました、はい、今もまだ東加古川駅の構内で立ち往生しています。そうですか、うわ、もう12時間、はい、経とうとしてますけれども、まだ姫路のお宅に帰れていないと、早く姫路へ帰りたいですというメッセージいただきました。そ う, う, うわ大変だ。そうですね、JR がまだなかなか復旧してないみたいですが、ありがとうございます、はい、さあ、それでは、もう一方中継いきますね、はい、大阪市内に金山泉アナウンサーが取材に行っています、はい、金山さん、はい、こんばんは、よろしくお願いいたします。お願いします、はい、お願いします、はい、今どういう状況ですか？はい、私は今阪急梅田駅3階の南口改札の外にいるんですけれども、はい、現在阪急の神戸線は午後3時前に運転が再開されまして、はい、で阪急の宝塚線は午後4時10分頃から順次運転を再開しているんですが、神戸線、宝塚線ともに各駅停車の普通電車のみの運転ということになっていまして、本数が少ないので、帰宅ラッシュのこの時間帯、ホームの中に乗車待ちの利用者の皆さんが列を作って、順番に待って乗車しているというような状況ですね。で、阪急京都線に関しては、はい、まだ運転再開のめどは立っていません。京都線はダメですね、今のところ、はい、というのもですね、梅田方面から高槻方面に向かっていって、はい、高槻を過ぎたあたりの橋の線路がちょっとこう歪みがあると、はい、あ、線路歪みがある、あ、そういう異常が発見されたので、はい、このような状況では、お客様を乗せて運転することはできないと、いうことで、現在運転を見合わせているというような状況です。で、運転再開のめどは全く立っていない、はい、全く立ってない、うわ、いうことですね。大変ですよね、はい、これも。で、まあ、先ほどですね、はい、梅田駅の
外にいた、50代の女性の方にお話を聞くことができたんですが、まあ、朝阪急電車に乗って、梅田駅に着いてすぐに地震が起きたと。で、もともと今日は、九州の大分に社員旅行の予定だったのが、社員旅行だったんですか、はい、この地震で中止になってしまって、で、もう行くところがないので、家に帰るために、はい、阪急京都線が運転再開されるまで、この梅田駅でずっと今待っているんですと。いう方がいらっしゃいましたね。それは辛いですね。はい、そうなんですよ、うん。で、この駅の構内って結構蒸し暑いんですね。なので、その女性の方も、水分補給だけはしっかりしながら、今待っていますと。いうふうにおっしゃっていました。なるほど。はい。大変だ、これ。帰るに帰れないですよね、それ。そうですね。はい。先ほどからずっとアナウンスが流れているんですけれども、阪急京都線に関してはまだ運転再開の目では立っていませんというアナウンスが先ほどからずっと流れている状況ですね。なるほど。はい。金山さんご自身もなんか列車に閉じ込められたんですよね、今日。そうなんですよ。ちょっとその状況を教えてください。ですね、今朝、出勤途中、阪急電車に乗っている時に、地震にあったんですが、どこから乗ったんですか？自宅の最寄り駅がですね、阪急神戸線の西宮北口駅でして、はいはい、西宮北口、はい、で7時54分西宮北口発梅田行きの特急電車に乗ったんですね。はいはい、で出発してすぐ、電車がこういつも以上に揺れる感覚があり、で、そして私の感覚では、この揺れた感覚の後に、乗客の皆さんのスマートフォンから一斉に緊急地震速報が流れ出したと。地震速報が流れましたか？がありました。はい。なるほど。で、阪急向荘駅と阪急塚口駅のちょうど真ん中あたりで電車が止まりまして、あら。で、そこからおよそ2時間45分。2時間45分。もう通勤の時間帯だったので、はい、満員電車の中に押し込められるという形になりました。2時間45分その中で。はい。ねえ。で、はい、状況どうですか？その、しんどい思いをした お客さんとかたくさんいらっしゃったんじゃないですか？そうなんですよ。満員電車だったので、体調を崩すという方もいらっしゃいまして。で、私と同じ車両には、過呼吸になってしまった女性もいらっしゃったんですね。で、車内アナウンスで、医療関係者の方がいらっしゃいましたら、おっしゃってくださいというアナウンスがありまして、で、その方がなんとか手当てをして、無事だったという形になりました。それ3時間近くも。一番大変だったと思うのは、はい、トイレ、お手洗い、ね。そうですよね。はい、うん。電車が止まってから、1時間半が経って、ようやく、車内アナウンスで、お手洗いに行かれたいという方は、一番後ろの車両の車掌台に来てくださいと。はい。で、なお、一度車外に出ますと、この電車には戻れませんので、ご注意くださいと。戻れない？なんで、はい、なんでだろう、それはちょっとよくわからないんですけれども、一回、出て、で、まあ、その後は戻ることはできないけれども、今から一番最高車両の車掌台にまで来てもらえれば、トイレには行くことはできますよというアナウンスが、電車が止まってから1時間半が経って、ようやく流れたんですね。そうですか。なので、トイレを我慢していた方は、本当に大変だったんじゃないかなと。大変ですよね、それ。そうですね。まあ、いろんな確認があって、はい、まあ、それだけの時間がかかってしまったと思うんですけれども、この1時間半というのはやっぱり長くてですね、私は幸いトイレには行くことはなかったんですが、やっぱり今日感じたのは、電車にまあトイレを設けるとか、そうですよね、そういうことも必要になってくるんじゃないかなっていうのを感じましたね。そうですね。阪急電車はないんですよね、トイレがね。特急もないんですよね。阪急電車にはトイレはないので、そのあたりもトイレが必要なのかなっていうのは感じましたし、それから一番後ろの車両の車掌台からじゃないと出られないというアナウンスだったんですね。満員だったんでしょ？そうなんですよ。なので、一箇所しか出口がないんですよ。うん、ですので、全くトイレの列が進まずに、結局一番前の車両に乗っていた人はトイレに行くことができなかったんです。うわ、それは辛い。結局列が全く進まなかったので、最後の最後で2時間45分ほど経って、車両前方から4両目の扉が開いて、そこから皆さんで出ることになったんですが、
結局、うん、一番前の車両、二番目の車両あたりに乗っていた人は、うん、後方までたどり着くことができずに、トイレに行けずに、まあ、2時間45分、3時間弱、うん、我慢していたというような状況でした。これは辛いですね。なので、うん、せめて一番前の、うんうん、先頭車両の車掌台、そして一番後ろの車掌台、はい、2箇所あれば、うん、まあそういったことで苦しむ方も少なくなったんじゃないかなと思うんですけれども、そのあたりに関して先ほど駅の、係員の方に聞いたらですね、はい、まあ列車のことに関することなので、はい、私はちょっと詳しく申し上げることはできませんというような形で、まあその駅の担当者の方はそんなふうにはおっしゃってましたね。あ、そうですか。なんとかそういったケースを考えて、やはりこの前後策というのはやっぱ考えてもらいたいですよね、これからはね。そうですね。うん、で、それからもう一つこういう時にこう感じたのはですね、はい、やっぱり席をみんなで代わる代わる座るために、うん、ああ、なるほど。みんなで声をかけることが大事だなと、いうことは感じました。ああ、そうか。私もそうだったんですが、はい、もうちょうど私も釣り革のない真ん中あたりにずっと立っていまして、うん、で私はまあ30過ぎの男なのでずっと大丈夫だったんですけれども、うん、まあ、妊婦さんであったり体調の悪い方であったり、はい、高齢の方ももちろんいらっしゃると思うんですね、うんうん、なのでそういった方々長時間立ったまま立ち続けていたら、うん、まあ、間違いなく体調は悪くなるだろうなというようなもう満員電車の中でした。なのでこういう時はもう皆さんで声を掛け合って、うん、交代交代で、座る、順番にこう座る、立つ、それをみんなで協力し合う、うん、これが大事なんじゃないかなと。本当ですね。感じましたね。本当それ大事なことですよね。はい。何時間これ待たされるかというのもわからないわけですからね。その中でやはりね。はい、ずっと立ちっぱなしってのはこれはつらいですよね。そうでしたね。なるほど。金山さん、その後も会社に出社するまで大変だったみたいですね。あ、そうなんですよ。うん、電車の中に、はい、まあ、およそ3時間弱ですね、うん、閉じ込められて、うん、でその阪急武庫荘駅と阪急塚口駅のちょうど間で電車を降ろされました。うん、はい、でそこから歩いて、うん、最寄りの塚口駅までだいたい20分ぐらい歩いた、歩いて塚口駅まで行きまして、うん、でそこからなんとか会社に出社しようと思ったんですが、うん、タクシー乗り場も長蛇の列、はい、塚口駅のロータリーのタクシー乗り場ですね、うん、長蛇の列で、うん、しかもタクシーがもう全く来ない状況、はい、でバスもですねもうダイヤが、うんうん、乱れていまして、はい、2時間ほどダイヤがその時で乱れていたんですね。うわ、なので、うん、もう全くバスも来ない状況で、うん、どうしようかと思っていた時に、はい、その本来であれば2時間前に来る予定の阪急園田駅行きのバスが来まして、うん、なのでとりあえずこれに乗って一、うん、駅でも東に進もうと、うん、あ、なるほど、うん、思いまして、その阪急園田駅行きのバスに乗りまして、園田駅に、到着しました。はい、で、そこからどうしようかと考えたんですけれども、うんうんうん、その阪急園田駅のロータリーのタクシー乗り場も、もう長蛇の列、うん、うわ、で、梅田方面行きのバスも全く来ない状況、うんうん、で、ずっと園田駅で、3時間ぐらいですかね、私待っていましたら、うん、午後3時前に阪急の神戸線が運転再開となりまして、はい、でその阪急神戸線に乗って梅田までたどり着いたと。うわ、ですので私今日7時54分に西宮北口の駅から電車に乗ったんですが、うんうん、阪急の梅田駅に着いたのが、うん、3時だいたい20分ぐらいですね。3時20分、はい、ですからだいたい7時間以上かかって、すごいね、はい、今日は到着したという形になりました。うん、なるほど。はい、金山さん、この後ゆっくり休めるんですか？うん、そうですね、取材をちょっとまあ続けまして、はい、で、まあ、帰れたら帰りたいんですけれども、その阪急電車ですね、阪急の神戸線もちょっと本数が少ない状況で、なかなかこう特急電車の方も運転再開の見込みは立っていないと、ずっと先ほどから普通電車のみの運転ということになっているんで、はい、ちょっとこう乗るのも大変になるなという感じがしますね。わかりました。取材があるということなんで気をつけて取材続けてくださいね。わかりました。ありがとうございました。ありがとうございました。
バスが来なかったり、うん、タクシーが長蛇の列だったり、すごいですね、今日はもう行きたいんだけど行けないっていう、もやもやした気持ちになった方も多かったかもしれませんね、はい、メッセージもたくさんいただいております、はい、滋賀のホルスタイン乳牛さん、うん、朝の地震ドーンと北東から来たような感じでした、うん、牛が一斉に立ち上がりました。あ、牛を育てていらっしゃる方かもしれませんね、はい、動物もなんか感知したんでしょうか、うん、 それから、うん、ラジオネームバイコロジーさんからです、はい、我が家は気象庁発表の震源から、うん、5キロから10キロの場所にあります、うん、緊急地震速報がラジオや携帯から鳴る前に大きな揺れが起きました、うん、あ、なるほど、今回ね、うん、結構なる前に揺れたっていう方多かったですね、うん、直下型だったんでね、うん、そうかもしれません、はい、風呂場に行って、うん、MBS ラジオ聞いていたので、うん、すぐに地震の状況を把握することができました。ただリビングのテレビは倒れ、仏壇も中のものが散乱、うん、食器も散乱してしまいました、うん、テレビは液晶が一部破損して映らない部分がありますが、加藤さんと一緒ですね、これ。そうですね、やっぱりテレビ落ちるとね破損しちゃうみたいですね。あ、なんとか見られていますということですね、うん、バイコロジーさんは、それから部屋の本棚が倒れて、うん、ぐちゃぐちゃになっていました。片付けがこれから大変ですよね。そうですね、でまた余震も来るかもしれないという不安もありますしね、うん、マンションは南北に立っている塔と東西に立っている塔の間の継ぎ目の部品が破損していました、うん、はい、マンションにも破損があったと、うん、そしてガスが止まっています、うんうん、今日はラジオ聞いていてよかったなと思いました、うん、片付けながらテレビも見ていますということです。ありがとうございます、はい、メッセージたくさんありがとうございます、今朝発生したこの地震についてですね、まあ、詳しく知りたいと思うリスナーの方もたくさんいらっしゃると思います、はい、そうですね、もう素晴らしいゲストを今日は ゲストに来ていただいております。京都大学防災研究所名誉教授の梅田康弘先生です。梅田さん、よろしくお願いいたします。梅田です、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします、今日は本当に大変なこれ地震でして、そうですね、この早速ですけど先生、このタイプですけれども、地震のタイプとしてこれ直下型とこの、はい、もう一つ海溝型っていうのがあるんですかね、はい、で今回は直下型だったって、そうですね、直下と海溝という、うん、分け方は、まあ、一般にそういうふうに言われますけども、うん、はい、普通は、海溝型というのは、プレートの境界で起こる地震、南海巨大地震ですとか、はい、東北の地震がそうですね。はい、で、それに対して、内陸で起こる地震を、我々は、まあ、内陸地震と呼んでいるんですけれども、はい、直下というのは、その住んでらっしゃる人が直下で起こるから、そう、俗に言っとられるんで、まあ、地震学用語としては、ないんですけれどね。で内陸の地震に対して、海溝型の地震という、分け方なんですけども。うん、内陸型と海溝型という形ですね。でも、まあ、住んでらっしゃる方は、真下で起これば、高槻とか茨城の方は直下型だと、うん。それはおっしゃるのは当然だと思いますけどね。阪神淡路大震災も一応直下型、内陸型だったんですね。ですから、あれも、神戸の人は直下型ですけども、うん、京都、大阪の人は別に直下ではなかったんですね。なるほど、ね。ですけども、まあ、だから、ですから、地震学的な分類はやっぱり内陸地震と呼んでるんですけどね。うんうん、なるほど。まあ、はい、言いやすい方でよろしいかと思います。うん、はい。で、先生、今回は、この、有馬高槻構造帯といいますか、この断層帯が動いた、この近くで起きてますよね。そうです。ということはこの断層が動いたというふうに考えていいでしょうか。そうですね、その断層の一部が動いたと、一部が、それ全部動いてしまうと、マグニチュードはもうはるかに起きて 7.5、 神戸よりもずっと大きな地震になります。そうですか。今ちょっとおっしゃったんですけども、再びちょっとおっしゃいましたね、はい、有馬高槻構造線という呼び方と、はいはい、有馬高槻断層帯という呼び方が混在してるんですよ、はい、前者のその、構造線というのは構造であって、うんうん、地質構造は違うんですね。それよりも、北側の山手のは、丹波山地、うん、それより南は、大阪総群という地質構造が違うので、そういう意味では地質学者は、有馬高槻構造線という呼び方をしてるんです。ですか。しかし地震学的に、まあ、地震調査委員会、はい、政府は、そこにたくさんこう断層が、細かい断層がたくさんあるんですね。はい、で帯のように連なっているので、有馬高槻、断層帯という帯、っていうのを表現してるんです。うん、で、そのたくさんあるやつの一つが、
多分動いたんだろうと。一本の太い帯ではなくって、たくさんの帯があるわけですね。そうですね。もう全部あの断層に名前ついてるんです。さつきの丘断層、愛川断層、何々断層ついてるんですけども、まあそんな細かいのは皆さん、まあ、馴染みはないと思うんですけれども、それらを含めて、まあ名前の通り有馬温泉の有馬から高槻にかけて、ほぼ東西に広がるそういう断層の帯を言ってるんですね。なるほど。そこの一部が動いたら、今回のような地震になる。そうです。全体が動いたらもう本当に。それはもう大きな規模になるとですね。これ過去にそのこの、有馬、高槻高層帯、まあ、断層帯が動いたっていうことはあるんですか、ね、あります。今から約400年前に。400年前、やっぱり今言いましたあのマグニチュード 7.5 クラスの地震が起こって、はい、あの、有名な伏見、伏見城ですね。はいはい、秀吉の時ですか。まさに秀吉が伏見城を建てた途端に潰れたんですね。はい、その時の地震が。それで加藤清正が、助けに行ってという、まあ、歌舞伎かなんかで有名になった地震が、ちょうどこの有馬高槻構造線400年前に起こってるんです。はあ、そういうことですか。先生、例えばなんですけど、よくニュースとか見ていて思うのは、例えば南海トラフは何年のスパンで起きてるとか、まあ、そういう言い方したりするじゃないですか。このようなその断層帯っていうのも、こう、スパンがある程度一定で起こったりするものなんですか。それがね、なかなか難しいんですけれども、やはり、繰り返し繰り返し起こっていることは確かなんですね。で、南海地震、トラフの巨大地震というのは100年か150年に一遍だから、日本の歴史はまあ1000年以上ありますので、もう繰り返し分かってるんですね。ところが、この内陸の直下型地震、さっきおっしゃった地震というのは、まあ、そうですね、2000年か3000年に一遍なんですね。ですから、歴史上はないんです。で、結局、その掘り返して、痕跡を探して、で、その年代測定して、今から何千年前、400年前に起こっていたな、という、そういう推定してるんです。ですから、内陸の地震というのはもう、南海トラフの巨大地震に関して、一桁スパンが長いんですね。でもまあ、多分繰り返しているだろうと。そういうふうには考えられています。なるほど。私は23年前に阪神淡路大震災を体験したものなんですけれども、この阪神淡路との関連性、今回の地震との関連性っていうのはありますか？いや、この関連性はもうないですね。ないですか？この阪神淡路の余震という考える人たちもいるみたいなんですが、それは関係ないですか？もうだいぶ離れていますね。一般に余震というのは、あの大きな地震が起こります。そうすると断層のこう長さっていうのがありますね。30キロ、40キロ。で、その端でまでぐらいにこう起こるのが余震で、それよりも飛び離れているところはもう余震と言わないんですね。ですから、阪神淡路大震災が、あの地震が、引き金になったとか、そういう環境はないですね。なるほど。2016年の4月の14日に熊本地震がありましたよね。で、あれが本震だと思っていたら、その2日後に、これ本当の本震だという。例えば、今回の地震、これ大きな地震ですけれども、例えば1週間後以内にですね、本震が来るとか、そういったケースってのは考えられますか？それはね、よく聞かれるんですけども、予測はできないので、はっきりしたことは言えないんですけれども、それを決定づけるのは、結局その余震が、こう毎日減っていくと、1日経てば半分、2日で3分の1、4日で4分の1、こういうふうに順調に減っていくことを見極めることと、同じような規模の地震ですね。マグニチュード 6.1 だったら、次6が起こる、5.9 が起こる、また6が起こると、こう団子の背比べみたいなどんどんどん起こっていくと、熊本のような地震の懸念されるんです。ですけど、私が今見ている、まあ、1日も経ってないんですけども、割合、こう順調ではないんですけども、減りつつありますので、あまり懸念はないと思うんです。そうですか。あれは非常に気象庁が気にしているのは、ああいう地震は2割ぐらい起こることがあるんです。ああいう地震っていうのは全体の2割ぐらい。それで全く起こらないとは言えないんですけども、よくああいうことが起こるのは火山地帯、まあ熊本です、阿蘇山の近くですから、そういうところでよくああいう起こるんですけども、私は収まるんじゃないかな、まあちょっと楽観的かもしれませんけど、見ています。今回あんまりこう、体で感じるような大きな揺れが再び来たというような余震はまだたくさんはないですね。そうですね。時々揺れていますけれども、最初の地震ほどのものはないです。熊本の時はもう直後からどんどんと同じぐらいの揺れが揺れてましたから、あれはやっぱり危険な地震だったと思いますけどね。なるほど。
やっぱり私たち大阪に住んでる人間にとってはですね、先生、やっぱり上町大断層というのが私たちの直下に、真下に、走ってますよね。そうですね。これ、すごくなんかこう、怖いんですけれども、もしこれ、今回の地震で、刺激を受けて、この上町断層が、なんかこう、動き出すとか、そういったことは考えられませんか？今回の地震が透過するというのはちゃんと計算すれば、はい、どれぐらい影響力あるか分かるんですけども、今までの経験からするとマグニチュード 6.1 で及んでいる範囲というのは、せいぜい 2,30 キロの範囲しか及んでないんですね。で、まあもちろんそれはずっと非常に小さい力は及んでますけど、それはもう常日頃働いている力以下ですから、今回の地震が上町断層 の、 地震を引き金になるとか、そういう懸念はないと思います。上町断層をこう動かすことにはならない。ならないです。あるわけですね。その意味では、まあ、ちょっと安心ですけども、まあ、いずれご質問あると思うんですけども、南海地震が近づいてくると、別途の危険性はあるんですね。じゃあ、ついでに先生、いいですか、その、私たち心配してるのは、この、もうこの30年以内には必ず起こると言われてる、その、これ南海トラフ地震なんですけれども、今回地震を、ね、味わった人たちの多くはですね、これは南海トラフの前兆じゃないかという声がすごく聞かれたんですよ。それに対してどうですか？まあ、その前兆、週10というと、今回の地震が主で南海地震をトリガーするということはありません。この 6.1 は南海地震に比べたらはるかに小さいですから、それはありません。で、主たるあれは、やはり南海、トラフの巨大地震です、はい。で、それは先ほども申しましたように、100年から150年、繰り返し間隔で起こってるわけですね、で、一旦起こってしまうと、ここら辺ももうストレス解消してしまうんです。で、まあ、半世紀、50年ほど起こらないんですね。でも、フリッピン海プレートどん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 落ちてますから、50年間ぐらい経過すると今度もストレスを溜める方になってるんですね。で今は溜まってる状態です。溜まってる。で阪神淡路大震災を皮切りにこの辺はもう活動期に入っています。ですから今回の地震も当然ですけども、鳥取の地震ですが熊本の地震、ちょっと遠いですけどね、西南日本はこういう地震がこれから活動期ですが起こりやすくなります、ちょっと心配なんですけどねえ、これ先週起こった千葉とか、群馬、昨日起こりましたよね、傍着が出てました、これとの関係っていうのはどうなんでしょうか？それは3社とも関係ありません。お互いに関係ありませんか？ありません。ずっと距離も離れていますし、房総沖の地震はプレート境界で起こっている地震ですし、群馬の地震はたまたま、まあ、翌日に起こった地震です。たまたま、時間的に近接しているので、何かそういう感覚的にはそう思われるかもしれませんけども、プレートも離れてますし、関係はありません。全く関係ないわけですね、やはり何も知識がない私たちからすると、やっぱり何か関係あるんじゃないかって不安に思いますけれどね。ここでですね、一旦お知らせを挟みまして、梅田先生に引き続きお話を伺ってまいります。さて、この時間は、京都大学名誉教授の梅田康弘先生に今日起こった地震について詳しく伺っています。引き続きよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。日も暮れまして、これからもしかして余震が起こるんじゃないかって不安になる時間帯じゃないですか。もう今後、余震の起こる確率といいますか、まあ、熊本に比べれば少し落ち着いている傾向ということでしたけれども、どうでしょうか？いや、それはまあ、一両日は油断しない方がいいです。一両日。これまでも、同規模ではないですけども、まあ、すでに地震でいろんなところ崩れたりしてますから、もうちょっと一回り小さい余震があっても、結構揺れてますしね、注意が必要ですね。震度でいくと6弱でしたけれども、それよりは、小さな地震、余震が起こる可能性はあるということですか？そうです。地震の規模は小さいんですけども、震度っていうのは、震源が近い真下ですと結構大きいんですよね、で。地震が大きくなっても震度はあまり大きくならないんです。むしろ地震が大きくなると、震度の大きな震度が広がるだけなんですね。広がって小さい地震だったら、これだけが震度6だったと。大きな地震でも、まあ、だったらこれだけ広いところが6になるという形で、たとえ小さな地震が起こっても、それこそ真上の人は、ガーンと来て、またバサッとこう落ちるので、それはやっぱり注意が必要ですね。我々地震学者は、地震の規模でしかものを言わないので、本震より大きな地震起こりませんよ、なんて言いますけども、
体感する被害受ける人にとったら、うん、何も小さくても真上、自分はおる、真下地震が起こってしまえば、はい、結構揺れますから、うん、やはり一両日は注意が必要ですね。うん、なるほど、ね。この余震以外にですね、先生、その、まあ、だんだんとこの、京阪神で、この活断層というのが、まあ、まあ、まあ、多いですよね、活断層多いですよね。活断層多いです。で、阪神淡路以降ですね、なんか、多い、地震が多いような感じがするんですよね。ですから、うん、なんか活動期に入ってるんではないかなという。そうです。ええ、まさにおっしゃる通りです。先ほども言いましたように、うん、南海、トラフの巨大地震というのは100年から150年間隔で繰り返していると。うん、でそれはもうメカニズムから言ってポンと跳ね返るわけですね。うん、跳ね返ってしまうと、この内陸の方もストレスを解消して、うん、まあ、やれやれと思って。うんうん、で、半分ぐらい、うん、半分というのは半世紀ですね。はい、50年ぐらい。50年。まあ、地震ないわけです。はい、関西の人みんな地震がないと思ってるんですね。うん、ところが、阪神淡路大震災が起こった、はい。あれが皮切りに、うん、もう活動期にこの辺全体入ってるんです。活動期に入ってる。ですからもうすぐ、うん、翌年にも鳥取で同じぐらい の、うん、地震がありましたので、はい、去年もありましたし、うん、九州やなんかでもいろいろ起こってます。うん、活動期に入ってますから、うん、今回の地震のなんか誘発するというよりも、うん、その主たる原因は南海トラフの巨大地震が押してるということで、うん、これがストレスをぐんぐん溜めてると。で、それを、ストレスがたまらないから内陸のでプチプチっといくと。プチプチなんて言うけれども、その真上にいる人はもう大きな被害を受ける。うん、だからやっぱり場所は特定できませんけども、はい、注意が必要だと。なるほど。うん、それから今後注意すべきことっていうのを、うん、先生から教えていただけますか。うん、地震の揺れはだけを考えますと、うん、はい、まあ、すでに崩れているところがさらに崩れるという恐れがありますけども、はい、うん、雨が降りますね。これはよくテレビも言ってますけどね。明日も雨、雨が降ると、まあ、みんなこう、うん、テレビなんかでは市街地を映しますけども、はい、山の方も結構被害出てると思うんですよ。高槻の茨城の山手の方もね、それほど目にはつかないですけど、そうですね、ああいうところの土砂災害で道路とかありますし、十分気をつける必要がありますね。あ、土砂災害ですね。いや、ありますね。表面上見えませんもんね。かなり宅地造成して削ったりしているところもありますから、はい、注意が必要だと思います。なるほど。家の中で注意できることっていうのはありますか。家の中で何か注意できることっていうのはありますか。今被害を受けで、はい、もう倒れて、崩れたところは片付けをされていると思うんですけども、ね、まあ、とりあえず片付けないと生活できないですから、やむを得ないんですけども、はい、やはりこれを機会にね、やはり落ちてこないようにするとか、少なくとも落ちても仕方ないから、その下に、いないように、今夜もうちょっと離れたところで寝るとか、その工夫は必要ですね。なるほどね。そうですね。一両日中は特に注意すること。はい、で、まあ、減り方を見てたら、大体、収まるなというのは、まあ、二日ほど経てば分かると思うんですね。今夜はちょっと注意が必要です。今夜は注意が必要ですね。はい。はい。いや、どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。この時間は京都大学名誉教授、梅田康弘さんにお話を伺いました。ありがとうございました。ありがとうございました。メッセージたくさん頂戴しています。はい。先ほど、姫路から、はいはい。途中で止まっちゃって帰れないと。メッセージくださった姫路の伊藤ちゃんさん、はいはい、どうなりました。今姫路につけました。よかった。切符も払い戻しをしてもらい助かった気持ちです。よかったですね。被災された皆さん、お大事にしてくださいと、はい、優しいメッセージもいただきました、はい、ありがとうございます。それから、ラジオネーム茨城のまさやんさんからです、はい。僕は7時58分ごろ通勤の途中、バスの中で縦揺れがありました、はい。緊急地震速報のアラームが鳴り、阪急茨城から仕事場まで歩いて1時間半かかりました。うわ、すごい。それは大変でしたね、今日は。帰ったら食器棚やレンジの表側が外れていてびっくりしました。扉が外れてたんでしょうか。明日も仕事だそうです。仕事に行く前にバスや JR に聞いて動いているか聞いて出勤するつもりですと。明日のことも ね気になりますよ ね。今動いてるかもそうですけど、ね、はい、メッセージ引き続きお待ちしております。はい、さて、まあ、地震も気になるところなんですけれども、国会の動きも気になりませんか。はい。はい、時事通信の解説委員長、山田圭介さんと電話がつながっています。山田さん、はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。
山田さん、早速ですが、今日、はい、地震が起きたんですよ、この大阪では。私も実家は兵庫県ですので、大変心配しておりました。はい。どこで地震に遭われたんですか、私は今日ですね、東京にいたんですけれども、実家が兵庫県なんですけれども、はいはい、ちょうど東京のラジオ局の TBS ラジオに出演中でございましてですね、で、途中で緊急速報が入って、はい、でその後MBS ラジオの馬野正幸アナウンサーが、うん、ご自宅から、はい、レポートをされているところ、私もちょうどその時、うん、スタジオの中におりまして、うん、大きな揺れがあったということをお聞きして大変、うん、心配しておりました。やはり3人亡くなられたということで大変不幸なことでお見舞い申し上げたいと思うんですけれども、ね、まあ、今後もですね、うん、まだまだこれ余震があるかもしれないので、はい、まあ、十分注意をしていただきたいと思っております。はい、はい、ありがとうございます。山田さん、早速ですけれども、先ほどのニュースでもあったんですが、はいはい、実は共同通信のこの電話世論調査でですね、内閣支持率が 44.9% で、前回の調査より 6% アップしてるんですよ。で、しかもですよ、不支持率よりも上回った。はい。はい、これ、なぜですか、これ。いやこれ今回共同通信が調査して、うん、それから読売新聞もですね、45% になって3ポイントアップして、はい、まあ、これ支持と不支持が、まあ、また支持の方が上回ったわけなんですけれども、うん、まあ、一言で言うとですね、はい、これ、盛りかけ問題については、やっぱり国民は依然としておかしいと思っているわけなんですね。共同の調査でも決着したと、盛り友問題に決着したっていうふうに言ってらっしゃる方は 15% しかいないわけですね。うん、で決着していない 78%。はい、そうです。しかし、これ、内閣支持率に反映してないというか、うん、う内閣支持率に引きずらなくなってしまったと、うん、で。これはやっぱりですね、一つは、今、その安倍さんに代わる、今のその自民党の中のそのポスト安倍レースの中で、やっぱり代わる人がこう、パッとしないということがやっぱり一つあると思うんですよね。なるほど。だから今、まあ石破さんや岸田さんっていう名前が上がってますし、で、本当にその今後総裁選挙の行方ってまだ、まあ、一応分からないというふうに建前では言ってますけれども、はい、流れの中で、その安倍さんが現職の強みでどうしても優位であるということを、この国民の方も肌で感じ取っている人が、やっぱりまた多くなってきてですね、それで、一つの、まあ、不満もあるけれども、まあ、安倍さんでしょうがないっていう、だんだんこの一種の諦めがですね、まあ、じわじわと来ている。これまさにその、首相官邸サイドがずっとこの目論んできた、まあ、じらし作戦といいますか、時間をかければ戻ってくるという、まさにその、戦法がこう、当たり始めてきてるなということですね。どうもなんかこう、世間のこの反応を見ると、盛りかけ問題に対して、その、飽きが来てるというか、そんなことを感じるんですよね。そうなってくると、与党の思うツボじゃないですか。いや、そうです。ですからね、その飽きが来てるっていうことの一つ、もう一つの、やっぱり野党側の追及がですね、やはりこの決め手に書いたといいますか、まあ、批判をしても、これ以上、その、安倍さんをこう追い込めるぞという材料があんまりなかったということがですね、あって、で、それからもう一つは皮肉なことに、やっぱり、この疑惑的な問題っていうのが、その、あまりにも数が多かったもんですから、やっぱりでも本質はですね、安倍さんが、その、直接指示はしていなくても、安倍さんが、その、影響力を発揮している、ことによって、影響力、つまり安倍さんが強い指導力を持っていることによって、まあ、霞が関の官僚に対する影響力、それから、党に対する、まあ、これ、選挙の、ことを考えたり、人事権も含めてですね、これに対して、非常にやっぱり強いものがあるから、党内からも、その批判が起きてこなくなってきたということがあって、まあ、私はそういうこと自身、全体がですね、やっぱり、この、なんて言いますか、安倍さんがこう、全体を制している姿に、まあ、国民もだん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 こう妥協してきてるんだな、というふうに私は思いますね。なるほどね。なんかこの問題の本質っていうのはもう安倍総理のこのエコひいきだと私は思ってるんですけれども、それを許してしまうなんかこう国民のその何ですかね、何かあるんでしょうかね、諦めみたいなのが。安倍さんがですね、直接指示をしていない、
ということは、多分それはまあそうだろうとみんな思うわけですけれども、うん、安倍さん自身がですね、例えば加計孝太郎さんとの関係においてですね、はい、うん、全然その、この加計学園の獣医学部の新設について知らなかったなんていうのは、まあ非常に見やすいことを言ってるわけですよね。うん、そうですよね。うん、で、これ安倍さんとしてはですね、やっぱり少しでも関わったことになってしまうと、うん、これ、まあ、自分自身の責任問題になるってことで、もう徹底的にそれを官僚を盾にして、露骨にこの、まあ、防御したわけですよね、うんうん。で、これ自身はやっぱり非常にね、国民が嘘くさいと思ってる人が多いと思うんですね。うん、はい、でだけどそれを、そのまま押し切るぐらいの、まあ、まあ、それをつまり打ち崩せるだけの、はい、との材料が出てこなかったっていう、うん、まあ、これはメディアの方にも責任があると思うんですけれども、うん、まあ、それともう一つはやはり、この、今、安倍さんは、この外交で活路を見出そうとしているわけですよね。そうですね。ですから、例えば、まあ、それの最たるものが、この、うん、まあ、この米朝協議の後の、はい、米朝首脳会談の後の日朝で、うん、拉致問題で特性を貸すことです、ね。そうです。うん、ここへこう、だんだん期待値を変えていこうと、振り向けていこうとしてるわけですけれども、うん、例えば先週末の調査に関して言いますと、私はやっぱり、米朝首脳会談が、まあ、はい、これをどう評価するかっていう考え方はあると思うんですが、うん、はい、少なくとも、今後、拉致問題で安倍さんが前に出ていって、うん、その解決に動くぞという一つの、まあ、環境ができたことは事実ですね。うん、本当に解決するかどうかは別ですけれども、うんうんうん、そうすると安倍さんしか、まあ、いないんだぞというふうに、だんだんこう、みんなが安心かけられていくっていうですね。そうですね。その部分で国民が、うん、じゃあ安倍さんしかないかなというふうに、こう、うん、持っていく、官邸側の、その、まあ、戦略は、うん、どうもこの数字を見る限りは、功を奏しつつあるというふうに、まあ、言えるのかと思いますね。いや、おっしゃる通りですね。本当に拉致問題が出てきて、この安倍さんしかないというような暗示ですよね、これね。しかし安倍さん何もしてないんですよ、この。いや、しかもね、これちょっと問題なのは、うん、解決をした上で、それを実績にするのであればですね、うん、私はそれは、うん、まあ、一つありだと思うんですけども、うんうん、実際にですね、うん、北朝鮮がその解決策を出してくるかどうかは、うん、これ怪しいですね。そうですよね。ええ、うん、まあ、例えば、そういう最多のものが、その、おとといですか、はい、国営ラジオの、その、平壌放送ですね、はい、日本人拉致問題について、すでにですね、うん、もう、この日本はすでに解決された拉致問題を引き続き持ち出しているというふうに言い出したわけです。そうですよね。はい。で、安倍さんはそのトランプ大統領に対して、なんとか、その、この拉致問題を提起してくれと頼んだわけです。うんうん、でこれなぜ頼んだかというとですね、うん、まあ、まあ、簡単に言えば、その対話路線に最初舵を切った韓国が、まず突き進んだ韓国がいて、で、トランプさんがそれに乗ったわけですね。うん、そのところは、安倍さんは圧力で来たもんですから、会話の外に置かれてしまう格好になったので、慌てて拉致問題を、カードにして、トランプさんに頼んだという、うん、まあ、やっぱ泣きついたためのカードだったわけですね。うん、で、トランプさんもそれを、まあ、一応応じたわけですけれども、はい、問題は北朝鮮がどういう反応をしてたかっていうことなんですが、そうですよね、このトランプさんに対しては北朝鮮は、うん、明確にはどうも言わなかったみたいですね、うん、この解決済みであるということは。そうですよね。うん、でそれをもって知って、うん、その官邸サイドはですね、はい、解決済みとは言わなかったっていうことを一生懸命宣伝したわけです。で、それは解決済みと言わなかったっていうことは非常にいいサインだというふうに、情報をですね、まあ、ある意味、操作しようとしたわけなんですけど。勝手な解釈ですよね、それね。いや、そうなんですね。うん、ところが、で、しかも、まあ、日朝に関してオープンだということも言ったらしいけれども、うんうん、別に北朝鮮は解決済みがないから、うん、じゃあ、オープンに、やりましょうと言ったわけではなくて、これ別々のことだったわけなんですよね。そうですね。出来事としてですね。うんうん、で、それが、まあ、今回、その平壌放送によってはっきりしたということになりますので、うんうん、やっぱり解決済みと北朝鮮はこれからも、主張すると思うんですね、うん、そうすると解決済みっていうことは、まあ5人の方は帰ってきて、はい、残り12人早くまだ戻ってきたい人を返せというのが今、うん、日本政府の立場なんですけれども、はい、まあ、4人は亡くなって8人行方不明という形を、うん、まあ、北朝鮮は譲ってないわけですね。はい、そこは1ミリたりとも今変わってない状況がここで来てますので、うん、これが本当に動かせるかということになると、うん、私は非常にハードル高いと思いますね。うん、
まあ、簡単に言えば、カードがあれば、向こうもまあもうちょっと早く切ってきてるというふうにも思いますし、うん、ですから、その、ちょっとしたら北朝鮮はもうこれ以上カードがないってことを分かった上で、うん、安倍さんが、うん、その拉致問題の解決に意欲を示してるんじゃないかとすら言う人もいるぐらいです。なるほどね。そうするとですね、9月の総裁選の時点で、うん、まあ、俺が今動かしてるんだから、うん、安倍晋三で、うん、安倍晋三としてですね、うん、この問題を動かす以外、他の候補はありえないだろうという空気で、総裁選を迎えれば、うん、安倍さんとしては、この拉致カードを一つ、まあ、有効に使えたということで、乗り切れるというふうな、そういうふうに、見てる可能性は、安倍さんの中にはありますね。うわー、いやですね。総裁選に向けてって、これでもね、はいはい、解決しないっていうことがはっきりした段階で、安倍さんには非常に大きな打撃として返ってきますから、うん、私はこの、戦略っていうのは、まあ、非常に、危険があると思います。うん、ただ、まあ、もう一つ、100歩譲ってですね、はい、まあ、1000歩譲って、いや、実は情報があるんだと思ってるんであればですね、うん、それであれば安倍さんは8月に、それこそ、平壌に自分から乗り込んでって勝負かけるべきです。そうですよね。そして、うん、全く動かないことがはっきりすれば、うん、もうさ、9月の総裁選は断念すると、うん、ここではっきりすれば、もうそれで、一つの責任の取り方だと思いますから、そうですね、まあ、それをするっていうんであれば、うん、安倍さんどうぞ勝負してくださいと私は申し上げて、うん、はい、それからですね、国会の方では、働き方改革、関連法案、はい、明日参議院の厚生労働委員会で採決の予定だったけれども延期となりました。これは、山田さん、なぜなんでしょうか。これはですね、まあ、会期延長の話と連動しているわけなんですけれども、はい、今まあ、これまで完全にははっきり決まってませんけれども、どうやらですね、はい、会期をまあ、これ6月20日で今国会の会期が今のものだと終わるわけなんですけれども、はい、どうも7月の下旬まで伸ばすと、つまり30日間以上伸ばすような方向が強まってます。はい、あ、そうですか。で、実はですね、先週までは、これはちょっと長すぎるので、うん、まあ、7月の、まあ、中旬頃まででいいんじゃないかっていうことが自民党内の空気であったんですけれども、はい、さっきの世論調査の結果って影響してるんですね。つまり、結構これ今自民党にまた追い風吹き始めたのと、安倍政権で、なぜ短くしたかったかというと、それはまた安倍さんに対する野党の批判がどんどん出てきて、で、まあ安倍さんに対して逆風が吹くと、そういう舞台を早くもう閉めてしまえということだったんだけれども、これですから、まあ逆に強行採決でも早め早めにやっていこうとしたんですけれども、まあそうかと。これ世論調査、これだけ、少し上向いてるんだったら、逆に、会期延長の日程が少し余裕出てきたなと。うん、それであれば、少し時間があるから、急いでやらなくていいんじゃないかという。まあ、それがこの働き方改革については、一つ出てきたという。ね、なるほど。ですから、まあ、これ、会期と延長の問題は、うん、それとの兼ね合いです。で、まあ、一方で、カジノ法案、はいはい、ね、もうこれは、まあ、先週採決強行したわけですけれども、これはいずれにしても今国会中にはやろうと、うん、これはこれで、やるという方針はまあ書いてない。しかし日程が少し余裕できましたから、うん、まあ、若干そこに、まあ、猶予を持たせたということですけど、うん、これも今国会中やることは変わってません。なるほど、はい、この国会を延長するということは安倍さんにとってはこれ盛りかけの、その盛りかけを追及されることになりますから、うん、ある意味もろ刃のもう剣なわけですよね。という結局やるということはもう、追及されてもこれはもう乗り切れるという判断をしたということですね。やっぱり今週末に、今週週が変わって、そういう空気にこう、がぜんちょっと変わってきました。先週末ですね、実は自民党の、まあ、有力者の話してたら、やっぱりこの国会早く閉じた方がいいぞと、うん、野党の言ってることの方がよく聞いてたら、うん、まあ、その人は完全オフレコで喋ったんですけれども、うん、野党の言ってることの方がだんだん聞いてたら正しいと思えるようなことをですね、言ってたぐらいだったんですけれども、うん、まあしかし、これと、まあ国民は、不満は持ってても、支持率は、まあ、上がってきてますからね。うん、まあ、それと、公明党のことをちょっと申しますとね、うん、
カジノ法案採決、まあ、これやってほしい、はいはい。これ実は公明党はですね、もともとカジノ法案嫌なわけなんです。そうですよね。うん、特に私、まあもうこれオフレコなんていうのはもう大体時期が過ぎたらオフレコがなくなると思うので申し上げますけれども、うん、3週間ほど前、山口夏夫公明党代表とこの話をする機会があったんですけども、はいはい、山口さんはもう公明党の中でも非常に強い反対派なんですよ。あ、そうですか。で、自分はその視察したと、あの、海外。視察すればするほどこれは、やっちゃいかん方法だと思ったとおっしゃってたんです。で、ところがその山口さんをもう抑え込むぐらいですね、この急ごうとなってるのは、これやっぱり、このまま行く、あの、まあ、自民党との関係って、一つありますのは、やっぱり来年まで伸ばしてしまうと、これ、まあ、選挙にまた、統一地方選挙にも影響するってことがあったり、参議院選挙に影響するのは困るんで、早めにやろうってことだと思って、それから、まあ、石井さんという国土交通大臣は公明党出身ですよね。うん、ですから、その、とことん反対ができない環境でもあるわけですね。なるほど。ですから、自民党の言うことも聞き、まあ、あんまり反対してしまうと、じゃあ閣僚引き上げかということにする。まあ、本当ならば、それぐらい腹をくくれば、また別の話になってくるんだけど、そこはやっぱり、与党のその中の分裂という状況を作ることは公明党もできませんから、だからまあこれブレーキ役ということが公明党、はい、特に当初言ってきたわけです。今最近ちょっと弱くなったんですけれども、ブレーキ役というかこれ ある意味で言うと、公明党の方は逆にこういう時にはアクセル役になるんだということです。本当ですね、これは。そういうこともですね、ですから、いや、その上で支持するのはこれ選挙民が判断すればいいんですけれども、今国会終盤に起きたことというのは、衆議院選挙がまあいつあるか分かりませんし、参議院選挙は来年までありませんけれども、はい、まあ選挙民はよく覚えておく必要がある、ね。そうですね、はい。このカジノに関しては、これ賭博ですからね、それをこう認めるということは、もう少しあの国会で審議 してもいいと思うんですけれども、18時間余りですよね、これ。いやー、これ本当に走りました。これなんで走るか、まあ自民党の理屈で言えばですね、まあ、観光立国であるということと、まあこれ目指すための、まあこれ重要な、まあ鍵であるってこととか、あるいは成長戦略の目玉だって言うんですけれども、逆に言えばですね、まあカジノに、あの観光立国を目指すテーマとしても、あるいは成長戦略としても、これしかないぐらい、まあ、政策に乏しいってことなんですよね、裏返して。そうですね。だからこれ一本でということと、まあ、それから、まあ、それぞれいろいろ利権を抱えた人たちも自民党内におりますから、はい、まあ、もう強気でいく、数の力でいくんだということなんですけれども、まあ、これね、いわゆるカジノっていうのは、まあ、やっぱり、ある意味で、失敗をする人もいるわけですから、まあ、人の不幸でこう大減にするのかということも一時ね、言われてたぐらいでなので、まあ私はやっぱりもっと慎重でやるべきだと、思ってましたけれども、今はもう逆の展開になってしまってますね。そうですね。はい、山田さん、最後にですね、この秋、先ほどもおっしゃられましたけど、安倍参戦なんですけれども、だいぶ濃厚になってきましたか、これ。あのね、これやっぱり竹下派が一つのポイントだったんですけれども、竹下派ですか。竹下派はですね、石破さんにもある程度近いし、まあ、岸田さんにも、まあ、連携といいますか、まあ、政策的にして、まあ、いわゆる穏健な政策っていう意味でいけば、外交的には竹下派は外交的な穏健ですし、まあ、宏池会の岸田さんもそれに近いわけなんですけれども、やっぱり安倍さんのやはり一強にまたこう、ある程度こう組みしていかざるを得ない、それは総裁選挙の後の流れを見てですね、まあ、自分たちが流れを作るっていうこともあるんですけども、まあ、抗うのはどうもっていうことで、どうもですね、それがまあ鍵になって、どうも安倍さんの参戦っていうのが、今時点ではまあ強まってきています。地方票どうなるか分かりませんけれどもね、私はそうなる可能性高いと思ってます。ただ逆に、まあ、その後の来年まで含めた上を見通せばですね、まあ、憲法改正ってことについて言えば、私はそれでもですね、安倍さんは厳しいと思いますね。というのは、竹下、菅安倍さん参戦だった場合、これ挙党体制でその、まあ、乗り切ることになりますから、そうすると安倍さん以外の人で憲法改正を一生懸命やろうとしてる人は、まあ、簡単に、極端に言えば、ほとんどおりませんので、そうしますと、
安倍さんとしては、はい、まあ賛成はしたけど、憲法改正はなかなか厳しいねってことになるかもしれませんから、あそうですか、まあ、安倍さん的には、その自分が政権を維持してやっていくモチベーションはかなり私は、秋以降落ちてくる可能性はあると思いますから、だから参戦は、まあ、乗り切ったとしても、はい、やっぱりその後の、その、永田町の姿といいますか、自民党は安倍さんのその、一強状態っていうのは、まあ、その前世時代から比べれば、まあ、随分予想は変わったものになるんじゃないかというふうには予想してますけれども、なるほど。今ご質問の通り、参戦に関してはですね、まあ、今、またかなり、非常に高まりつつあるなというのは、まあ、今日の調査も含めて、はい、まあ、そういうふうに私は言うのかなと思っております。なるほど、はい、ありがとうございました。もし参戦になればこれ2021年の9月まで続くわけですね。まあ、ですからそこはね、ちょっと待って、来年参議院選挙ありますんでね、私はそこまでずっと続くかなっていうことに関しては、ここはですね、まだ全然わからないと思ってます。ただ9月に関しては安倍さんの可能性高いので、はい、そこから先はですから私ね、結構来年が結構政局の年になるんじゃないかというふうに思ってます。あ、そうですか。はい、山田さん、今度はスタジオに来てたっぷりとちょっとお話しくださいね。ぜひお願いいたします。はい、ありがとうございました。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。失礼しました。はい、続いてニュースをお伝えするんですけれども、地震に関する交通に関する情報なんですが、お願いします。新しい情報が入っているようで、まず JR 大阪駅に出ています福本アナウンサーとつなぎます。福本さん。はい、JR 大阪駅にいる福本です。大阪環状線が先ほどから運転再開というアナウンスが何回もされているんですが、はい、まだ大阪環状線は内回り外回りとも大阪駅には電車が到着していません。はい、代わりにですね、JR 京都線がどうやら運行できそうです。はい、8時36分に普通電車、また同じく8時36分に快速電車、JR 京都線で京都駅に向かって発車する予定という情報が今入ってきています。はい、現在 JR 大阪駅には電車が1本もまだ到着はしていない状態ですが、出発もしていない状況なんですが、どうやら JR 京都線の電車が環状線より早く動きそうな気配がしています。ということでですね、この今改札駅の近くにいる方に話を聞いたんですが、JR で言いますと三宮より西方面に行く人が今まだどうしようもない状況だということです。はい、阪急で神戸三宮や山陽電車は走っているんですが、加古川や姫路方面、JR で行かないといけないエリアに住んでいる方はまだこの時間も改札前で待機を強いられている状況です。なるほど。ということは、阪急で西へ行って、そこからまた山陽電鉄を使うとか、こう、私鉄で行かないといけないような状況ということですかね。そう。やはり JR 沿線で加古川や姫路にいる方で、山陽電車でも行きづらいという方は、まだ大阪駅で待機を強いられています。そうですね。はい。京都線が8時36分ですから、もう過ぎてはいますよね。何か電車が見えたり、状況変わってますか？大丈夫ですか？はい、普通電車の方は今から10分ほど前に、登場いたしまして、順次利用客が乗っている状況ですね。間もなく動きますね。はい、で快速電車なんですが、まだ大きな動きがありません。はい、で大阪環状線は、数時間前から電車が走るというアナウンスがありましたので、ホームがですね、大勢の方で行列ができてきています。そっか、ちょっと、今行ってでも環状線はまだちょっと難しいかもしれないです ね、はい、京都線ご利用の方は少しずつ動き出してきているということです。はい、福本アナウンサーでした。はい、そして阪急の方も動きがあるようです。阪急梅田駅にいるのが金山アナウンサーです。金山さん。はい、私は現在阪急梅田駅3階の南口改札前にいるんですが、はい、すでに運転が再開されていた阪急神戸線、宝塚線に加えまして、先ほど8時過ぎ阪急京都線普通列車のみで一部区間で運転再開ということになりました。あ、一部区間で運転再開。はい、はい、運転が再開されたのは、梅田から高槻市駅の間、はい、そして長岡天神から河原町の間、この両区間で折り返し運転ということになりまして、はい、ですので高槻市駅から長岡天神の間は依然として普通ということになっています。あ、はい、ということは、はい、梅田から高槻市駅までと長岡天神から河原町の間が動いていると。そうですね。ですので、上牧駅、水瀬駅、大山崎駅、西山天王山駅、
この区間は、まあ、普通という状況が現在も続いています。神巻駅ですね。はい。あ、そうですね。はい。はい、で、南茨城駅に関しては、はい、駅の損傷が激しいために、利用できない状況だということなんですね。あの、看板、案内の看板が落ちたところですよね。そうですね。はい、それから、駅のホームなんかも、かなり損傷があるということで、はい、現在、乗車、下車、ともにできない状況でして、ですが、ダイヤの関係で駅には止まるけれども、乗車、下車はできない状況だということなんですね。はい。ということは、まだ少しかかりそうですね。そうですね。はい。そうですね。うん、それから、宝塚線は先ほど普通電車のみの再開ということになっていたんですが、はい。現在、急行の電車も先ほどから動くようになっています。うんうん、はい。あ、よかったですね。はい。うん、宝塚線は少しずつまた、戻ってますね。急行も、ね、走り出していると。ですが、阪急神戸線に関しましては、まだ現状、うん、普通電車のみと、いうような形にはなってますね。はい、わかりました。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。はい、阪急梅田駅から金山アナウンサーがお伝えしました。その他の地震に関する情報ですが、まあ、交通情報で言いますと、 JR は京阪市の多くの路線運転再開の見込みを午後10時以降というふうに変更していましたが、今の福本アナウンサーの情報では京都線少し動き出してきているようです。はい、JR の在来線は嵯峨野線、奈良線、和歌山線、万葉まほろば線が終日運転見合わせを決めています。うん、そして私鉄では大阪モノレールと北大阪急行が運転見合わせ、阪急電鉄京都線も少し動き始めているようです。はい、そして神戸本線の梅田高速神戸間、宝塚本線の梅田宝塚間、今津北線の西宮北口宝塚間、箕面線全線運転は再開しています。はい、そして大阪の地下鉄大阪メトロ6時50分から御堂筋線の新大阪中本間の運転再開、江坂新大阪間は運転見合わせのままだということです。うん、新幹線は東海道新幹線が午後4時半現在、上下線が合わせて107本運休していて、最大300分の遅れが出ています。うん、山陽新幹線新大阪岡山間を午後3時ごろ運転再開しましたが、新大阪から新神戸の間は速度を落として運行していて、最大185分の遅れが出ています。空は伊丹空港、日本航空や全日空など中心に出発41便、到着41便が欠航、その他多くの便でも遅延が発生しています。関西空港、国際線で最大3時間の遅延が発生するなど、出発便と到着便合わせて15便に現在も影響が出ています。神戸空港は通常通り運航です。高速道路は通行止めは午後1時過ぎにすべて解除されているということです。そしてこの地震で、大阪府府内の公立の小中学校高校などで合わせて972校が休校したと発表しました。文部科学省によりますと、京都、兵庫、奈良で296校が休校し、4府県での休校が少なくとも合わせて1268校ということになっています。午前7時58分頃に発生した地震の震源は大阪府北部で、そして深さは13キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 6.1 と推定されていて、最大震度の6弱を大阪市の北区、高槻市、枚方市、茨城市、箕面市で観測しました。3人が死亡して、また怪我をした人が307人に上っているというのが総務省消防庁の情報です。大阪府の災害対策本部や警察によると、高槻市立寿栄小学校のプールサイドの壁がおよそ40メートルにわたって道路側に倒れて、登校中だった小学4年の三宅里奈さん9歳が壁に挟まれて心肺停止の状態で病院へ運ばれましたが、およそ1時間後に死亡が確認されています。また大阪市東淀川区では高さ2メートルの民家のブロック塀が幅10メートルにわたって崩れ落ちて、近くに住む安井実さん80歳が下敷きになって死亡しました。大阪府茨城市では自宅にいた後藤元親さん85歳が倒れてきた本棚の下敷きになって病院に運ばれましたが、その後死亡が確認されました。怪我人の情報です。大阪市西区では40代の女性がベランダから落下して軽傷、大阪市淀川区では20代の女性が棚の下敷きになりましたが軽傷だということです。
この地震を受けまして気象庁は今後1週間程度は震度6弱程度の地震が起こる可能性があるとして警戒を呼びかけています、うん、気象庁の松森俊幸地震津波監視課長は今日午前記者会見して次のように述べました。大阪府で震度6以上観測した地震は1923年、先ほどでグラフを示しましたけれども、その間から以降初めてでございます。位置関係でいうと、兵庫県南部地震の活断層帯とは別の離れておりますので、阪神淡路とは関係ないことがまずは見て取れると思います。近くには有馬高槻断層帯というのがございまして、まあ、その一部にかかっている可能性がございます。この地震自体が近くで起こった地震でございます。陸のプレートの内部の地殻内で起こった地震でございます。場所等規模等から言うと、この地震が南海トラフに直接影響を与えているとはなかなか考えづらいのかな。はい、気象庁の会見の様子をお聞きいただきました。気象庁松森俊幸地震津波監視課長のコメントでした。高槻市の南小所町では地震の影響で水道管が破裂し今も通行止めになっています。高槻市の一部で断水が報告されているということです、うん、はい、そして大阪府吹田市の国立循環器病研究センターでは地震発生直後に電気ガス水道がすべて止まりました。電気は午前11時半頃に復旧しましたがガスと水道は完全には復旧していないということです。屋上に2基ある貯水タンクのうち1基が破損し十分に水を送れない状況になったため自衛隊に給水車の派遣を要請したということです。入院患者およそ460人は全員無事だということなんですが人工透析が必要な患者など転院が必要な患者40人が近隣の病院に搬送されました。また病院内では複数の箇所で水漏れが起きていて、現在9階と10階のすべて、そして8階のおよそ半分の病棟が使えなくなっているということで、退院できる患者およそ150人が自主退院したということです。国立循環器病研究センターは今日明日は外来入院の受け入れはできないというふうに発表しています。大阪府内には462箇所の避難所が開設されています。茨城市でおよそ530人、高槻市で160人など府内で合わせておよそ1136人が避難しているということです。そしてライフラインに関する情報、関西電力によりますと地震の直後大阪府で17万件、兵庫県で690件が停電しましたがほぼ復旧しています。また大阪ガスによると大阪府茨城市と高槻市などで安全確認のため合わせておよそ11万戸でガスの供給を停止していて復旧は最短でも21日木曜日以降になるということになっています。地震の情報この時間まとめてお伝えしました。はい、ニュースなラジオ。ここでお天気の情報をお伝えします。スタジオには、MBS 気象情報部の吉村真紀さんにお越しいただきました。吉村さん、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。現在、京阪神に小さな雨雲が点在しているような状況です。はい、今、雨の降っているところがあります。はい、大阪府内で言いますと、枚方市や寝屋川市、あと大阪府の南の方ですね、岸和田市のあたり、弱い雨雲がかかっている状況です。はい、傘がいるかいらないかぐらいの弱い雨ではあるんですけれども、地震によって地盤の緩んでいるところがあります。弱い雨、小雨でも土砂災害の起こる恐れはあるんですよね。今そして暗い時間帯ということで、はい、崖の近くですとか川の近くなど危険なところにはもう絶対に近づかないようにしていただきたいと思います。本当ですね。で今ね不安な夜を過ごされている方もいらっしゃるかと思います、はい、安心のために避難所に行くっていうね、はい、選択をされる方もいらっしゃると思うんですけれども、はい、一人での行動は絶対に避けるようにしていただきたいと思います、はい、誰かと一緒にね。そうなんですよ。途中で何かあったらね、大変ですから、近所の方ですとか親戚の方と連絡を取りながらしていただきたいと思います、はい、で今夜も弱い雨はあるんですけれども、はい、明日からは本格的な梅雨空が戻ってきそうなんです。あ、そうなんだ。雨ですか。はい、
そうなんです。明日火曜日朝からもう小雨がパラついていそう、はい、そして明日の夕方からは本降りの、はい、本降りですか、はい、雨になってまいります。明日火曜日夕方から水曜日の午前中にかけてが雨のピークにどうやらなりそうです、うん、う長いですね。そうなんですよね、しばらく降るってことですね、はい、あの週間予報を見ていただきましても明日以降ずっと傘のマークが並んでいるような状況なんです。で水曜日を中心に雨の量が多くなって大雨となる恐れもあります。雨量で申し上げますと大阪府の北部で50ミリから100ミリくらいの大雨になりそうなんですよね。土砂災害には一層の注意警戒が今後必要になってまいります。あのね、地震によって気象台では大雨警報の発表基準が一時的に引き下げられているような状況なんです。それぐらい地震で地盤が崩れやすくなっているということを示しているんですよね。あの阪神淡路大震災の時を例に挙げますと、震災の直後六甲山地で700箇所ぐらい土砂災害が起こったと、はい、っていうのがあの発見されているんですけれども、その地震の後、はい、弱い雨が積み重なりまして、半年後には2000箇所ぐらいまで土砂災害がかなり増えているんですよ。3倍ぐらい増えているんですよね。やっぱり地震の後っていうのは、はい、もう少しの雨でも注意が必要っていうことですね。そうなんです。で、この土砂災害など、あの前兆現象、前触れがあるんですよね。はい、それをお伝えいたします。はい、崖崩れは小石がパラパラと崖から落ちてきたり、小石が落ちてくる、はい、で斜面にこう割れ目、亀裂がある、はい、斜面に走っているような状況。ただ暗い時間帯だとそういうの見えないですよね。見えないですね。あと耳で聞こえる前兆現象もあります。 あのね木の根が切れる音、木の根が切れる音、はい、そうすると地滑りが起こりやすくなっている前兆現象なんですよね。そうですか。あと匂いもあるんですよ。匂い、はい、土臭い、土が腐ったような匂いがすることがあります。目だけではなくて耳と鼻、五感でもね、土砂災害の前兆を見逃さないようにしていただきたいなと思います。で今の気温が24度ぐらいなんですよね、はい、結構湿気が多くて、今窓を閉め切っているとちょっとムシムシとしたような感じになっているかと思います、あのやっともう家にたどり着いたよという方ですとか、はい、お昼間復旧作業を、ね、されていた方もいらっしゃるかと思います、いつも以上に今日は本当に体力を奪われているかと思いますから、こまめに水分取っていただいて、この後も無理はしないようにしていただきたいと思います、無理しないようにはしていただきたいんですけれども、余震に備えて、そうですね、やっぱりやっておいていただきたいことがあります、はいはいはい、あの枕元にね、非常用品を、あ、そっか、そうですね、用意しておいていただきたいんですよ、はい、懐中電灯、停電に備えた懐中電灯ですとか、足を守るスリッパ、はい、必要ですよね、で、コンタクトの方とか、あの、メガネも忘れないようにしてください。あと、緊急の時のホイッスル、笛ですか、ホイッスル、何のために生き埋めになったら、ここにいるよって。助けてくださいっていう。ホイッスルね。はい。で、地震で、ちょっと飛んでっちゃうこともありますから、はい、私はあの、ベッドの足にくくりつけてます。そうかそうか、小さいからね、ホイッスルね、飛んでいくよね。そうなんですよ。袋みたいな。袋にまとめていただいて、もう枕元をベッドの足にくくりつけておいていただきたいなと思います。はい。あとあのハザードマップも今のうちに確認をしておいていただきたいんです。土砂災害の危険箇所が載っているものなんですけれども、市町村のホームページ開けていただきますと出てきます、はい、避難場所、あと避難場所までの避難経路ですね、をご家族で話し合うようにしていただきたいなと思います。大切ですよね、これがね。どのその市町村のホームページにもあるものなんですか、ハザードマップというのは。はい、必ず載っているものですから、そういったものも普段からね、見るようにしておいていただきたいなと思いますね。
あと、いざという時のために、災害用伝言ダイヤル。伝言ダイヤル。というのがございます。はい、今も運用 NTT 西日本でしております、はい、伝言ダイヤルの番号を申し上げますと、はい、171。171。はい。これが災害用伝言ダイヤル。あ、171ですか。はい。これが。171にかけたらどうなるんですか、はい、で、録音する方法と再生する方法があるんですけれども、うんうん、171の後に1を押していただくと録音になります。うん、はい、録音。はい。で、ご自分の、電話番号ですね、うん、その後に、1の後に電話番号を押してください。うん、携帯電話の番号でもいいので、それを押していただいて、うん、で、録音が20秒か30秒ぐらいはできるはずです。はい、で、何を録音したらいいかっていうのも、いざという時に分からなくなりました。20秒しかない、ね。はい、申し上げますと、はい、まずはお名前、自分のお名前。名前、はい、うん、で、ご家族のお名前、うん、何々ちゃんと何々くんは無事ですよ、うんうんうん、無事の確認、うん、で、どこどこに避難をしていますよっていう情報も、うん、必ずその3点は入れるようにしていただきたいと思います、うんうんうん、これ焦っちゃうとなかなかできないですから ね、 ね、これも今試しに1件、うん、録音していただくのもいいかもしれません、うん、やってみるのいいですね、はい、171と、ご自分の電話番号さえあれば使える情報になっております、うんうんうん、で、防災用品もね、はい、先ほど申し上げましたけれども、うん、枕元に準備しておくだけではなくて、うんうん、非常備蓄品の確認も、うん、そうですね、今しておいていただきたいと思います、うん、水とか食料なんかこう大変ですよ、そうですね、これちゃんとね、今ね、スーパーとかコンビニで、はい、品薄、うん、おにぎりとかうもう食料品もあまりないって言ってね、はい、いう情報も入っているんですけれども、うん、お水はやっぱり大切です、うん、必要ですよね、はい、1人1日3リットル3リットルの準備はしてください、はい、で、3日分ぐらいは最低準備をしておいていただいて、9リットルですか、1人当たり、1人当たりね、それプラス、ご家族分ですから、そうですよね、わ、それもちょっと計算していただいて、あと食料品も3日分は必要になってまいります。で、缶詰とかね、はい、必要なんですけれども、うん、缶詰あっても缶切りがないと。そうなんですよ。缶切りどこ行ったと忘れるかもしれませんね。ね、はい、缶切りの用意も必ずしておいていただきたいと思います。あと、簡易トイレとかもね。そうだ。はい。お手洗い。本当だ。お水が出なくなるように。阪神淡路の時の避難所大変だったんですよ、このトイレがね。そうですよね、それで体調を崩される方もいらっしゃいますからね、はい、そうなんですよ、なかなかトイレもこらえていかない人もいたりしてね、はい、これから暗い時間帯になりますから、はい、本当に安全を確保して、行動するようにしていただきたいと思います。はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。さすが吉村さんは防災士の資格をお持ちだから、これはすごいですね、的確でしたね。ありがとうございます、はい、気象予報士の他に防災士も持っております。はい、171で録音するっていうのは、うん、ね、便利な機能です ね、 そうですよね。聞くときは171にかければ2番を、はい、2番を押したら再生になります。なるほどね。あ、そうです。しかしこの1週間で震度6弱の地震が起こる確率が高いということなんで、まあ、皆さんね、十分気をつけていただきたいと思いますね。そうですね、まだ明日も交通機関ですとか公的機関に影響があるところもあると思いますので、はい、明日も行動する前に影響があるかどうかというのを確認してから出られるといいかもしれませんね。そうですね、ぜひそうしてくださいね、皆様くれぐれも余震には引き続き気をつけてください。はい、ニュースなラジオ、今夜は地震の情報を中心にお伝えしました。ありがとうございました。ありがとうございました。